はい、どうも、ジンさんです。今回は過去動画復刻祭り小説スピリッツァーフォーエバーウィズユー編やっていきたいと思います。前回投稿した年末年始の動画、またそれ以前の動画でも何度かリクエストのコメントをいただいておりました過去動画の復刻、中にはリメイク版として出したものもあれば非公開のまま眠ってしまっている動画もいくつかあります。そこで今回はその眠ったままの過去動画を供養じゃないですけどまとめて動画にしてみました。3年前の動画になりますので、僕の喋り方や編集など違和感だらけの動画になるかもしれませんが、懐かしんでいただいたり、こんなことやってたんだと思っていただいたり、逆にその違いなんかを楽しみつつ年始の暇つぶしに使ってもらえたらなと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。はい、どうも、ジンさんです。今回は小説スピリッツァーフォーエバーウィズユーで登場した8代目ケンパチ、あざしろケンパチの解説をやっていこうと思います。今までの動画でいろんなコメントをいただきましたが、小説まで読んでいる人って意外と少ないんだなという印象を受けました。確かに小説って読むのに時間かかりますし、ちょっと手を出しづらいって思う方も多いでしょうから、漫画やアニメより見ている人が少ないってのはわかります。なので僕が動画で小説の内容を簡単にまとめた動画を出すことで皆さんに内容を知ってもらいたいと思ってます。僕の動画をきっかけに小説買いましたなんてコメントが来たこともあったんですが、正直泣きそうなぐらい嬉しかったです。ちょっと前置きが長くなりましたが、早速やっていきましょう。あざしろケンパチ、本名はあざしろ宗谷、7代目ケンパチであり、11番隊隊長だった呉屋敷ケンパチに決闘を申し込み、無謀だと嘲笑する周囲を気にも留めず、呉屋敷ケンパチを瞬殺することで周囲を黙らせました。結果その場で8代目ケンパチの名と11番隊隊長の座を奪った彼は、少しずつ自身の野望のために歩み進めました。そんなあざしろケンパチの性格は、とにかく無駄を嫌い、自身が無駄と判断した問答は無駄だと切り捨て、何事も効率的に進めなければ気が済まない男でした。また享楽曰く、誰よりも使命に忠実な死神で、あざしろケンパチを目撃した駒村砂人でさえ悪逆の途に見えなかったと述べています。しかしあざしろは中央四十六室や後手十三隊全隊長格だけでなく、ゼロ番隊まで出動させるほどの大罪を企みます。それはルコン外の人間を一人残らず、ルコムンド信仰の先兵に改造すること。先ほども言った通り、あざしろは無駄を嫌う効率中、そして誰よりも使命に忠実な死神です。あざしろ曰く、死神はフォローを殲滅することが最大の使命だと定義し、そのためなら手段を選びません。ルコン街の住人すべてのコンパクを改造し、フォローを殲滅する力を与えてウェコムンドへと進行させる。それがあざしろケンパチが中央四十六室に上申した計画でした。当初中央四十六室はその提案を鼻で笑いました。やれるものならばやってみようという空気で、その計画は一度承認されます。しかしルコン街から精霊邸に侵入しようとした罪人たちのコンパクを実際に改造し、フォローと戦うための戦闘人形に変化させた瞬間から、中央四十六室の態度がガラリと変わります。通常のフォローを1分とかけずにほふり去り、あざしろに絶対的な忠誠を誓う罪人たちを見た四十六室は、人道にもとる非常な計画であるとして計画の即時中止を決定。しかしあざしろケンパチはその命令を不服とします。すると四十六室は一時的にも罪人のコンパク改造の許可を与えた事実をねじ曲げ、無許可で罪人のコンパクを改造したという罪状を皮切りに、あざしろケンパチは冤罪を着せられ、退却人として追われる結果となります。しかしあざしろケンパチはそんな四十六室の横暴を否定も恨みもしませんでした。四十六室にケンパチを止めることはできまい、協力が得られないのであれば私一人で行うとしよう。まるで散歩にでも行くと告げるように、あざしろは計画を実行しようとします。それをきっかけに後手十三隊全隊長格を相手取るあざしろの反乱が幕を開けました。結果から言うと、誰も彼を止めることはできませんでした。止めるどころか傷一つつけることすらできませんでしたが、あざしろを止めたのはゼロ番隊でした。ゼロ番隊が出動したのを察知したあざしろは、ゼロ番隊と戦うのは無駄だと切り捨て、あっさりと投降。四十六室より禁錮19500年の判決を言い渡され、無権へ投獄されました。以上があざしろケンパチがケンパチを襲名し無権へ投獄されるまでの流れなんですが、あざしろの能力や強さを気になる人多いのではないでしょうか。全隊長格が挑むも傷一つつけられなかったあざしろという死神、その秘密は彼の残白刀の能力にありました。ウロザクロ、あざしろケンパチが持つ残白刀の名前であり、あざしろの強さの秘密。ウロザクロは特殊で常に挽回状態だという残白刀、その挽回の能力は周囲の全てと融合し支配する能力。あざしろは自らの体を周囲の空間と融合させており、宙に漂う空気も地面も建造物でさえ、あらゆるものを自身の一部として霊視単位で操ることが可能。融合範囲内で起こる全ての事象を把握し、融合範囲内で突如出現したり消えることも可能。そしてあざしろの融合範囲は精霊帝全域、精霊帝全てがあざしろケンパチのようなものなので、視認しているあざしろは本体ではなく、あらゆる攻撃が無効化されます。小説では様々な方法で数々
々の強敵を相手取りました。技術開発局にあった全ての機械を支配し、軌道を一斉に詠唱させて発動させる。空気を刃に変え、体の内側から体を切り裂く。生物と同化し支配することで強制的に霊力を緩め、攻撃を通しやすくする。戦闘ヘリにあらゆる重火器を搭載し、自身の霊力を込めた掃射を行う。こんなめちゃくちゃすぎる能力ですが、致命的な弱点が存在します。一つ目は、挽回中は身体的鍛錬ができないこと。あらゆる物質と融合しているため体を鍛えることができません。つまり他の死神にとっては些細な攻撃も、アザシロにとっては致命傷になってしまいます。二つ目は、霊視吸収系の攻撃。融合範囲内で使用されると通常の何倍ものダメージを負ってしまいます。融合範囲内が広ければ広いほど、その分脅威となる弱点。小説では綾瀬川弓親の残白刀と石田瓜生の銀霊小弱を奪っていました。ウロザクロ自身は黒い革帯で目隠しをした戦場的な格好、きらびやかな服から生めかしい肌色をこぼす女の姿をしており、とにかく無駄口が大好きで、無駄が嫌いなアザシロは鬱陶しく思っています。使い手が危機に陥ることに快感を覚える性格をしており、ウロザクロ自身が過去に浦原と夜市に能力をベラベラ喋ったため能力がバレてしまった過去があります。ウロザクロという存在自体もデメリットであると言えるかもしれません。無限に投獄されて249年後の現在、とあるアランカルが精霊邸に侵入してきました。それを無限から察知したアザシロケンパチは脱獄を決意。理由は、とあるアランカルの能力を融合して奪うことができれば自身の野望を叶えることができるから。同じく無限に投獄されていたアイゼンの封印を解き、いくつかの問いを投げかけ、全ての答えを聞き終えたアザシロは無限から姿を消すように脱獄しました。この時アイゼンはアザシロに対しザラッケンパチの脅威を語るも、視界状態の黒崎イチゴに敗北した現ケンパチを恐れる必要はないと聞く耳を持ちませんでした。その後五帝十三体はアザシロケンパチの脱獄を知ったと同時に大使会を開きました。大使会には隊長のみならず副隊長や夜市など普段は見慣れないメンツが揃っている異例の大使会。過去にウロザクロ本人から直接話を聞いた夜市がアザシロの能力について解説しているところ、アザシロケンパチが出現、ソウルソサエティに危害を加えるつもりはないという前置きをし、自身の目的を話します。ウェコムンドの浄化と同時に現世の人間の心を少しいじる。エンサ、欲望、本能、様々な執着がプラスの鎖を崩壊させフォローを生み出す種となるならば、その全てを取り去るまで。簡単に言うと、現世の人間たちの脳髄とコンパクの一部を改良し、人をフォローへと導く要素の一切を排除し、ベコムンドへ進行してフォローを殲滅させることで、死神の使命たるフォローの殲滅を強引に叶えようとします。そのためにはとあるアランカルの能力が必要であり、それを手に入れるためとあるアランカルの目撃情報が多発している現世へと進行。それを阻止し、アザシロを討伐するべく、山本源流祭は現世にザラキケンパチ率いるザラキ隊を派遣します。以上ざっくり説明していきました。これ以上小説の内容を話してしまうと動画の時間がとてつもなくなるので、ここまでにさせてください。さて、アザシロの野望や能力についてある程度分かってもらえたかと思いますが、なぜこのような死神になってしまったんだ、それとも最初からこんな死神だったのか、アザシロの過去が気になる方多いのではないでしょうか。少し唐突ではありますが、ここからはアザシロの過去について解説していこうと思います。実はアザシロケンパチは幼少期はちょっと偏屈な子供でしたが、貴族の闇に揉まれ悲惨すぎる過去を経験していました。それは何百年前のことでしょうか。ソウルソサエティにおいて貴族同士の権力争いが激しい時期がありました。権力争いに負けた者たちは様々な罪を着せられ、弓親と芝願寿が戦ったあの処刑場にてフォローにいたぶり殺される運命が待っていました。フォローに勝てる力を持った者たちの場合、地獄鳥なしで断崖に追放されることもあったそうです。アザシロ家は剣術と鬼道に優れ一族として、その力のみで貴族の地位を手に入れました。しかし地位に安寧したアザシロ家は堕落し、次第に鬼道や残白刀の力も薄れていき、高い力を持つ武闘派貴族として恐れられていたのも遠い昔。やがて残白刀の視界すらろくにできなくなった一族の力を恐れる者は誰もいなくなりました。だがアザシロ家は力と引き換えに過去に手にした遺産を元手に不動産業や金貸しとしての事業を起こし、貴族としての地位は頑として守り続けました。力の代わりにアザシロ家の財力に恐れをなす人々、その恐れを利用し、アザシロ家の人間たちはさらに事業を拡大し、ますます力を蓄えていきました。死神の矜持を忘れ、他人を蹴落として金を稼ぐことにのみ勤しむアザシロ家。まだ幼いアザシロケンパチはそれが当たり前だと思い、その権力や財力がやがて自分のものになると思っていました。しかしアザシロケンパチの姉は違いました。彼女だけはアザシロ家とは異なる気質を持ち、優しくアザシロの名に誇りを持っていました。過去に一族が打ち立てた武勲の話を少年
のあざしろ剣八に何度も繰り返し、一緒に五帝十三体を目指そうという姉、金汚く生きる一族の中で、彼女だけが異質であり、清らかな心を持っていました。少年あざしろ剣八は、そんな彼女の笑顔が誰よりも好きで、その笑顔を見続けられるなら、死神にもなっていいと、彼女に影響され、見よう見まねで剣の振り方を学んでいきます。姉と共に、かつての一族の誇りを取り戻し、誰よりも強く、高潔な死神になろうと。しかし、二人の思いは巨大な権力に潰されてしまいます。あざしろ家の財を狙った複数の貴族が結託し、ソウルソサエティに対する反乱という罪をでっち上げました。力を失ったあざしろ家の者たちは簡単に捕らえられ、姉も少年あざしろ剣八も捕獲されました。結果、一族に下った判決はあざしろ家全員の処刑。あざしろ家の者たちが次々と例の処刑場に連れ込まれ、コロと戦わせられる。見上げれば、穴の上であざしろ家をはめた一族がゲラゲラ笑いながら、あざしろ家の惨殺を見物していました。力を捨て、金勘定ばかりしていたあざしろ家は、コロ一匹にすら勝てず、一人また一人とフォローの餌食になっていきました。そして最後に残された姉と少年あざしろ剣八の番になり、フォローの前に連れ込まれました。二人には朝打ちが渡されるものの、恐怖で身動きすら取れない少年あざしろ剣八をよそに、姉は高みの見物をする貴族たちに言い放ちます。フォローを打ち倒し、継続に値する血脈たる証を立てれば、我らの延命を聞き入れられたし、頭上からの嘲笑を全て跳ね返し、黙らせるほどの強い言葉、執行人の男はフォローを倒すことができれば、我ら一族の名において四十六室に進言すると約束します。しかし姉はホロを倒すことができませんでした。少年あざしろ剣八の目に映るのは、傷を負った巨大なホロと、そのホロの大顎に加えられ、体をくの字に折り曲げる姉の姿。少年あざしろ剣八は恐怖で助けに行くことすらできませんでした。姉はいつもの笑顔を見せ、少年を一切責めることなく、強い死神になってね、そうちゃん、それだけをつぶやいた後、総連総括議を暴発させ、自爆します。一族で唯一汚れていなかった姉が死に、なぜ自分が生き残ったのかと、最後の姉の笑顔が脳に焼き付き、現実を受け入れることができませんでした。そんな少年にさらに残酷な言葉が突きつけられます。さあ、次のホロを穴に放て。穴の上では少年を指さして笑う貴族たち、一族老頭、使用人に至るまでの342名を処刑しても飽き足らず笑い続けている貴族たち。少年は悟ります。姉は無駄死にをしたのだと。命を懸けて少年を守った姉は、貴族たちの余興の一つとして消費されたに過ぎないのだと。新しく穴に連れ込まれた巨大なホロが押し寄せた瞬間、少年は覚醒します。精神世界に引き込まれ、ウロザクロから力を与えられた少年は穴から脱出。少年は考えつくあらゆる残酷な方法で貴族たちを殺し尽くしました。当時の隠密軌道総司令が最も理解しがたく凄惨な現場だったと語るほどでした。全てを失い、圧倒的な力を手に入れた少年あざしろ剣八は、姉の強い死神になれという言葉だけを手に、ソウルソサエティをさまよったそうです。数十年後、狂屋敷剣八に決闘を挑むその日まで。以上、あざしろ剣八の解説でした。動画の内容、いかがだったでしょうか。最後は結構暗い終わり方をしたので、後味悪いかもしれませんが、少なくとも、あざしろ剣八には同情する過去があったということですね。姉の無駄死に、そして目の前で一族がフォローに惨殺された、このような過去があったからこそ、今のあざしろ剣八が誕生してしまったのではないでしょうか。ちなみに来週の動画は、コメントでも要望が多かった、あざしろの決着を動画にするので、お楽しみに。はい、どうも、ジンさんです。今回は後編ということで、前回の動画に引き続き、あざしろ剣八の動画となっております。前回の動画では、あざしろ剣八の能力や過去について解説しましたが、今回はあざしろ剣八との決着編として解説していこうと思います。めちゃくちゃな能力を有する、あざしろ剣八をどうやって倒したのか、ザラキ剣八対、あざしろ剣八の剣八対決はどうなったのか、尺の都合上、要点のみの簡単な説明となりますので、あらかじめご了承ください。それでは、早速やっていきましょう。前回の動画の続きからです。あざしろ剣八が大使会に出現し、自身の目的を告げました。あざしろ剣八はとあるアランカルを求めて現世へ進行。五帝十三体は現世にザラキ剣八を派遣し、あざしろの野望を阻止しようとします。現世へ向かうため地獄町を連れて断崖を進むザラキ隊。現世に通じる門に迫った時、まるでその門の番人であるかのように立ち塞がったのはあざしろ剣八でした。ザラキのただの一振りは断崖通路に隕石でも通り抜けたかのような烈風が吹き抜け、その冷圧の激しいうねりはカラクラ町にまで
達しました。しかし、すでに空気と同化したアザシロにダメージはなく、邪魔をしなければ、こちらから危害を加えるつもりはないと警告するアザシロ。しかし、まだ見ぬ強者、および空気を切るという初めての経験に高揚するザラキケンパチ。戦いに優越を見出す11番隊の教授を、ソウルソサエティの害悪でしかないと判断したアザシロは、技術開発局にあった全ての疑害を集結させ、軌道を一斉に詠唱させます。数百の疑害が完全詠唱した90番台である黒棺と千住後天大砲が50を超える重傷となって、ザラキケンパチただ一人の身に重ねられる。その威力に断崖の通路が耐えきれなくなり、カラクラ町へと繋がる門が破れ飛び、アザシロは現世へと向かいます。しかしその軌道ではザラキを倒すどころか眼帯を外させることすらできませんでした。舞台は現世に移り、支援グランツ、アザシロケンパチ、ザラキケンパチ、とあるアランカルを守るドン・カンオン寺という三つどもえならぬ四つどもえの状態。ここから現世ガルガンダ、ウェコムンドを舞台にした大混戦が始まります。次にアザシロケンパチが戦いを始めた場所はガルガンダ内。そこではザラキケンパチとダイルアポロそっくりの見た目をしたシエングランツと名乗るアランカルが戦闘をしていました。そこに乱入したアザシロは機関砲が搭載された攻撃ヘリを出現させます。通常の弾丸ならガルガンダ内の霊視の乱気流に飲み込まれて無意味な攻撃に終わりますが、その弾丸はアザシロの霊圧と融合しており、半分霊視化していました。細かい刃がチェーンソーのように表面を滑っているその弾丸はガルガンダ内に常時発生している霊視の乱気流を切り裂き、ザラキとシエンに向けての一斉走射。波の死神やフォローならば姿形が残らない激しい走射でしたが、その場にいたのは死神やフォローさえ凌駕する魔人のごとき二つの存在。ザラキの一振りで激しい走射を無惨させ、弾幕を張り続けていたヘリを豆腐のように両断。それに続く形で無数のセロが打ち込まれ、真っ二つとなったヘリは光と共に姿を消しました。しかしアザシロは攻撃ヘリを自身と同じように空気に同化させて消したに過ぎず、再度ガルガンダ内に出現させました。激しいプロペラ音に先ほどの走射を警戒するザラキと支援。だがアザシロの本当の狙いは数百の疑害による軌道の重傷。プロペラ音で詠唱をかき消し、完全詠唱で放つ数百の総連総括位。しかしそれは疑害同士にその炎を放ち合い、数百の疑害は全て焼き焦げた焼死体に。理解が追いつかないザラキは何の真似だと問うも、アザシロはその問いに答えることはありませんでした。さらばだ、死神としての理念すらない君にケンパチの名は重すぎる。そう告げたアザシロは焼け焦げた死体の群れに唱えさせます。己の全てと引き換えに万物に純粋たる終焉をもたらすための一言。波動の96、一等仮想。ザラキケンパチを中心にこの世の終わりを感じさせる火柱が辺り一帯を積み込みました。ザラキの霊圧が消えたのを感じ取ったアザシロは近くで見ていた草獅子やチルに対し、私と戦うのかと声をかけます。ケンちゃんまだ元気だよ。現実を受け止めきれない幼い少女の妄言だと思ったアザシロでしたが、その場に立ち込める豪炎の中にありえない影を見つけます。それは煉獄で息をする悪鬼のごとき笑みを浮かべてアザシロに言い放ちます。おかげで体が温まった、続きをやろうぜ。その姿に悪感を走らせたアザシロケンパチ。アザシロは精霊帝と融合しているため、ザラキの悪鬼のごとき姿は精霊帝そのものに悪感を走らせたことと同意。そしてアザシロは自身が恐怖していることを自覚します。過去に姉と共にフォローの前に投げ出されたのと同じもの、今感じているものが恐怖だと自覚した瞬間、アザシロは雄たけびを上げました。絶叫とともにアザシロケンパチは空気に溶け消え、入れ替わりにあらゆるものが出現。数百数千にも及ぶ武器や無機質な石壁、まるでアザシロの感情を表現しているかのように、それらが不安定に溶け合い融合していき、天をつくほどの巨大な怪物になりました。数百の奇獣を体に生やしたそれはザラキに向けて一斉に弾丸を打ち放ちます。沈め沈め沈めと錯乱しながら放つアザシロは精霊帝の無限からとある声を聞き取ります。アイゼン・ソウスケ。彼は精霊帝の空気からアザシロの恐怖を感じ取り、つぶやいただけに過ぎません。アザシロケンパチは精霊帝と融合しているため、精霊帝内の全てを把握することができます。逆に精霊帝と融合しているということは、そこからアザシロの何かを感じ取ることは可能。まあそれができるのはごく一部の強者だけなんですが、アイゼンには取るに足らないことでした。アイゼンはアザシロにザラキケンパチの秘密に到達するヒントを告げます。それを聞いたアザシロはザラキの本能が自らの霊圧に枷をかけていることに気づきます。最初の一撃で相手の力を測り、その敵とギリギリの殺し合いができるよう霊圧を解放するのだと、最初から最高火力である一等仮想の多重詠唱で始末をつけておけばザラキに勝てたかもしれない。しかし倒せる最低限の力で倒すという無駄を嫌うアザシロの心情が災いし、結果ザラキの霊圧を上昇させるような形となりました。ザラキは先ほどまで動きを封じられていたはずの弾幕の嵐をまるで霧雨でも払うかのように悠然と歩み進め、たったの一振りで巨大な武具の融合体
体を破壊しました。その時、アザシロは天を貫くかのような痛みを感じます。空気化して避けたはずでしたが、ザラキは本当に空気を切ってしまいました。正確には、ザラキのとてつもない霊圧が、周囲の霊視結合を強制的に焼き切っているようなもので、ザラキ自身の強大な霊圧に、周囲の霊視そのものが耐えられないのです。一等火槍の炎も、一発でビルを吹き飛ばす弾丸も、ザラキの体に届く直前で焼き溶かされていました。目の前の光景に、恐怖が絶望へと塗り替わりました。空気に溶け込み、その場から消え去ろうとするアザシロケンパチ。対してザラキケンパチは、ヤチルに消えたアザシロの位置を聞き、ここら辺全部がアザシロだと判明。ザラキは体を限界までひねった後、周囲の全てを投げ払うような一撃を放ちました。雷光のごとき剣圧が全てを飲み込み、ガルガンダと現世の間に巨大な亀裂を生み出しました。さて、ここまでザラキケンパチ対アザシロケンパチを話していきましたが、いかがでしたか？ザラキケンパチの圧倒的な霊圧のみで、アザシロはついに撤退しました。5帝13体史上、初めてアザシロを止めた死神となったわけですが、垂れ流す霊圧だけで霊視結合を焼き切るって普通にヤバいですよね。この状態のザラキケンパチは、ほぼ全てが霊視でできている、ソウルソサエティに存在することができなくなったということです。そんな無茶苦茶な強さを持つザラキに実質敗北したアザシロは、とあるアランカルの能力さえ奪えれば、勝機はあるとして、現世に向かいます。幸運にも、現世でとあるアランカルを見つけたアザシロケンパチは、満身創痍の中、とあるアランカルに攻撃を開始します。最初、ドン・カンオンジに危害を加えるつもりはないアザシロケンパチは、ドン・カンオンジに当てないように、とあるアランカルへ、権限させた武器を放ります。仕留めることはできなかったものの、壁に縫い付けることに成功。この光景を見たドン・カンオンジは、恐怖で逃げるだろうと思っていたアザシロケンパチ。あとはとあるアランカルと融合するだけ、だったはずでしたが、ドン・カンオンジは決して逃げませんでした。それどころか、アランカルをかばうように、アザシロに立ちふさがります。魔人のごとき力を得たザラキケンパチが戻るまでの数分間、ドン・カンオンジとアザシロの戦いが幕を開けました。人間はウェコムンドに侵攻させる大事な兵なので殺す必要はないと最低限の攻撃で鎮圧させようとするアザシロケンパチ、短剣を投げドン・カンオンジの肩に突き刺します。激しい激痛に地面に転がりたい衝動に駆られますが、倒れるわけにはいきません。自分が倒れたら後ろに貼り付けにされているアランカルに攻撃が当たってしまう。何よりここで倒れるのはヒーローらしくない。背後には自分が守るべきファンがいる。そしてそのファンは激しく傷ついている。アザシロはその男に対してどけと言い放ちますが、断固として拒否するドン・カンオンジ。2本目の短剣がドン・カンオンジの太ももを切り裂きました。人間の敵であるホロを人間が守っている、そのことに解せないアザシロは人間に対して苛立ちを覚えます。そんな問いに対してドン・カンオンジは強く言い返しました。私の使命は涙する者に手を差し伸べ子供たちに勇気を示すこと、そしてこのアランカルは私が救うと決めた。ただそれだけだ。こんな無駄な問答は排除し人間を始末するべき。そう思いながらもアザシロはこの苛立ちを排除することができませんでした。3本目の短剣がドン・カンオンジの左肩に刺さります。もうやめてと叫ぶアランカルにカンオンジは震えながら背後を振り返り、なおも笑う。心配することはない、必ず守ると。私があの死神より弱いということはアランカルを見捨てても良いという理由にはならないのだと。するとそこにピカロという子供の姿をしたアランカルが出現。ピカロはドン・カンオンジの味方です。ドン・カンオンジはピカロと共にアザシロに最後の攻撃を仕掛けます。ピカロにガルガンダを開かせ、カンオンジは車でその中に入ります。結局カンオンジは恐怖で逃げ出したと嘲笑うアザシロケンパチの視界右上にさらなるガルガンダが開き、中から現れる派手なオープンカー、ハイテンションで降ってくる彼の名はドン・カンオンジ。とあるアランカル、ただ一人を救うために自身のステッキを振りかざします。無知とは哀れだなと捨て身の一撃を鼻で割るアザシロは激しい痛みに襲われます。実はドン・カンオンジは自身のステッキの先にザラキケンパチの眼帯を巻きつけていました。無限に霊圧を食らうその眼帯は霊視吸収攻撃が弱点のアザシロにとって致命傷となり得る威力でした。続けてカンオンジの最終奥義キャノンボールを放ち、アザシロを撃破。アザシロは薄れゆく意識の中、この男に感じていた苛立ちの正体を悟ります。カンオンジは姉に似ていると、勝ち目のない敵に挑み守りたいものを必死に守るその姿、アザシロは姉やカンオンジのような二人になれませんでした。姉が目の前で処刑されている中、恐怖で剣すら握れなかった自分、アザシロは自分自身に苛立っていたのだと。そしてアザシロは目を覚ますと断崖の中にいました。目の前に立つのはザラキケンパチ、そして草獅子ヤチルやマダラミ一角、綾瀬川ユミチカなどの11番隊大使計200名超え、まるで隊長になるためのあの規律を再現するかのような部隊。ザラキはここでアザシロに満足していないだろうと問います。アザシロはあらゆる策を霊圧だけで跳ね返された、もう手段はないと語ります。しかしザラキはとっとと本気を出せ、てめえは杖と言い切ります。アザシロはここで自身が決闘の末殺した黒屋敷ケンパチがアザシロに残した最後の言葉を思い出します。ケンパチの名を無駄にするな、いつか現れる本物のケンパチが勝負を挑んできたら細かいもん全てを無視して全力で戦ってやれ。アザシロはケンパチとしてのけじめを
をつけるべく、あざしろはうろざくろを視界に戻します。あざしろの手元には通常の日本刀と変わらない無駄のない形をした残白刀、精霊帝のすべてと融合していた霊子がまっさらな刃に圧縮され、双極をはるかに超える密度の霊圧の塊。11番隊隊長あざしろ剣八だ。11番隊隊長ザラキ剣八だ。刹那、二つの剣が刃を重ね合わせ、長い戦いの幕が降りました。ザラキの勝利。ザラキ剣八に敗北したあざしろ剣八は、剣八の名前から解放され、精霊帝との融合を解除。強楽に、黒屋敷の墓に酒を備えてもらうよう、禁止袋を渡し、自ら無剣へ戻りました。ちなみにアイゼンは、あざしろがザラキに勝てる確率は1割だと推測し、あざしろが最初から仕返して一撃を与えていれば、勝てたかもしれないと話しています。あざしろ宗谷は、無剣内で自身に超人薬を投与し、長い旅に出ます。なぜか姉と顔のそっくりな、ウロザクロと共に会合すら知らない彼女の無駄話が、あざしろの暴走を止めるものであり、正しい道に導こうとするものだったことに気づきます。これまでに捨てた感情など全てを拾い直し、改めてウロザクロの力を手に入れることを宣言し、姉と約束した強い死神になるために。以上、あざしろ剣八の決着編を解説していきました。動画の内容いかがだったでしょうか。ウロザクロはかなり強力でしたが、それよりもザラキ剣八がとんでもなかったですね。最後の戦いでは、剣八という名前の意味をザラキに圧倒され、黒屋敷の最後の言葉をようやく理解し、剣八としてザラキと親友を決する、そんな熱い戦いでした。ちなみにザラキ剣八は、技術開発局から以前の10倍ほどの霊圧を食らう眼帯をもらうことで、霊圧を抑えることができたそうです。僕はザラキより、ドン・カンオンジとの戦いがめっちゃ好きなんですが、少しでも伝わっていれば嬉しいです。あざしろに対しての霊視吸収系の攻撃は、あざしろのコンパクそのものを削るみたいで、かなりのダメージになるんですよね。そのためクインシーが進行してきた時、アイゼンと一緒に解放すればよかったんじゃというコメントもありましたが、クインシーには霊視を収束する力がありますから、相性最悪なんですよね。要所要所出てきたとあるアランカルというのは、ロカパラミアという女性のアランカルです。動画の内容がごちゃごちゃにならないようあえて解説しませんでしたが、ロカもめっちゃ強くて魅力的なキャラクターなので、いつか動画にしたいと思っています。はいどうも、ジンさんです。今回は僕の動画でちょくちょく登場していた、とあるアランカル、ロカ・パラミアについて解説していこうと思います。ロカ・パラミアは、実は初登場は原作で、小説、スピリッツ・ア・フォーエバー・ウィズ・ユーで掘り下げられたキャラクターです。ロカは特殊な能力を有することが原因で、様々な強敵に追われることとなり、壮絶な戦いに巻き込まれていきました。ロカはどんな能力を持っているのか、なぜロカだけ特別なのか、ロカのレスレクションとは解説していきますので、最後までご覧ください。それじゃあ、早速やっていきましょう。ロカ・パラミア、初登場は原作で、ヤミーの腕を治していたあの女性アランカル。治療後、ヤミーに頭を潰されて死亡したかに見えましたが、砲術する能力により生きていました。実はロカ・パラミアはザエル・アポロによって生み出された雲型のアジューカスでした。ザエル・アポロは自身が作り上げたロカに対し、自身の命令に忠実な道具として徹底的に教育を行いました。ザエル・アポロの狂気じみた実験もロカは顔色一つ変えずに受け入れ、どんな命令も忠実に聞き、自分の感情を押し殺してザエル・アポロの道具として生き続けました。約250年前、ザエル・アポロがバストローデだった時代、ザエル・アポロは当時の剣八、黒屋敷剣八を解析するため、フォローの大軍を武魂街に発生させます。ロカもその一員として、黒屋敷剣八に立ち向かいますが、黒屋敷剣八は中身のない人形に興味はないと一蹴しました。アジューカスでさえ、黒屋敷相手には視界すら引き出せず、勝負にならないということで、ザエル・アポロはガルガンダを閉じます。そこに偶然にも、アザシロ・ソーヤが現れ、黒屋敷剣八と決闘を始めました。初めてアザシロのウロザクロを目撃したザエル・アポロは、スウェルデと歓喜し、アザシロのウロザクロを参考にロカ・パラミアに実験を開始します。結果、アザシロのウロザクロを参考にロカはネガシオンの糸という能力を植え付けられました。ネガシオンの糸とは、極細の糸状になったネガシオンをあらゆる場所に張り巡らせ、情報を共有蓄積させるというもの。ネガシオンの糸は太古の吐き出す絹糸よりはるかに細く、技術開発局ですら観測できないほど蓄積された情報をもとに復元することが可能なので、ロカがヤミーに頭を潰されても生きていたのは、このネガシオンの糸がウェコムンド中のあらゆる物質にロカの情報を蓄積させていたため、致命傷を受けても復活しました。これこそがザエル・アポロがロカに与えた能力の真髄であり、ロカの体を介してザエル・アポロの情報を蓄積させ、不死身の肉体を得ようとしていました。しかし、ガブリエールの完成によりロカのネガシオンの糸は不要となり、ロカを有用なメモ帳感覚で放置しました。そこから時は流れ、ザエル・アポロは黒土マヨリに倒されてしまいます。ロカもヤミーに頭を潰され、ネガシオンの糸によって完全に復活した時には、アイゼンはウェコムンドを捨て去り、ほとんどのアランカルは死に絶え
ていました。ザイルアポロの支配から解放されたという喜びはなく、ただ虚無感だけがロカの体を支配し、あてもなく現世トベコムンドをさまよい続けました。しかしそれもザイルアポロの復活とともに終わりを告げました。正確にはロカに蓄積されていたザイルアポロの情報から復元された別人であり、本人ではありません。そのアランカルは後に支援グランツと名乗り、ソウルソサエティに保管されているザイルアポロ本体の死体を回収するべく、ロカの能力を利用してソウルソサエティに襲撃を開始します。精霊帝内にある技術開発局にネガシオンの糸が侵入してきました。技術開発局はそれを観測できなかったものの、ある一人だけそれを観測できた者がいました。アザシロケンパチ。無限に収監されながら精霊帝内のあらゆる事象を把握できるアザシロは、精霊帝に侵入してきたネガシオンの糸を感じ取ります。アザシロにとっては自分の体内に異物が混入するのを感じ取ったようなもので、極細の糸でも観測は可能でした。アザシロはそのネガシオンの糸の特性を把握し、自身の野望を叶えるために重要な能力であることを理解します。ロカのネガシオンの糸はあらゆる物質に自身の情報を共有蓄積するというもの。アザシロの野望は現世の人間のコンパクを改造し、フォローとなり得る感情全てを排除し、フォローを殲滅すること。しかしアザシロだけでは現世の人間全てを改造するのに多くの時間が必要となります。ロカのネガシオンの糸を使用すれば、多くの人間に張り巡らせたネガシオンの糸からアザシロの能力を伝え、一度にたくさんの人間を改造することが可能になります。アザシロは無限からの脱獄を決意し、ロカの能力を奪うため現世へと向かうこととなりました。その時ロカは偶然支援グランツから離れており、現世をさまよっていたところ、ドン・カンオン寺と遭遇。美しいレリー、私は君の味方だ。悲しい顔の訳を話してはくれないかね。感情を殺し、道具として生き続けていたロカはドン・カンオン寺に対し、何をすればいいかわからず、ロカを元気づけようとする彼の言いなりに、素敵な洋服を着たり、美味しいものを食べたりなど、ごく普通の幸せな経験をします。初めて抱く楽しいという感情に戸惑いながらも、私なんかが幸せになっていいのだろうかと疑問を感じるロカ。幸せもつかの間、ロカの能力を求めるアザシロケンパチや支援グランツに言いくるめられたピカロというアランカル。ロカを追えばアザシロに行きつけると命を受けた11番隊からその身を追われることになります。ドン・カンオン寺と成り行きで行動を共にする石田ウリュウと共に逃げ惑う中、たかが自分のためにドン・カンオン寺を危険にさらしてしまっていると引け目を感じるロカは、何度も自分を犠牲にドン・カンオン寺を逃がそうとします。しかしドン・カンオン寺は決してロカを見捨てませんでした。この手が届くところにある手は全て握り返そうと、助けを求める手から決して逃げはすまいと、ガルガンダ内をドン・カンオン寺の車で走るロカとドン・カンオン寺と石田。背後からはセロ・エスパーダの力を取り戻した支援グランツ。ロカは車から降り、覚悟を決めます。カンオン寺を守り、自らも生きるために。かつてバストローデとしてセロ・エスパーダに君臨し、圧倒的な力を取り戻した支援と戦う覚悟。ガルガンダの出口を開き、カンオン寺の乗る車を現世に放り出しました。ロカはウェコムンドに向かい、支援と最後の戦いを始めます。ちなみに支援グランツがロカを追う理由は、ザラキケンパチと戦っていたにもかかわらず、ロカに間接的に邪魔をされたことに腹を立てました。道具の分際で持ち主に歯向かったことが許せなかったそうです。もう一つはロカの内から第2第3の自分が生み出され、支援という子を単なる記号に変えられるのを恐れていました。支援というのは数字の100の意味で、自ら一時的に名乗った仮名です。ザイルアポロ本人でもなく、ただの複製で生まれた自分という存在を確固たるものにすべく、ロカの体内にある糸車をむさぼり喰らい、自分の情報を喰らうことでさらなる高みに押し上げるべく、踊り狂え、ヘイルレニア、背中から上部に伸びる形で巨大な4本の足が生え、顔半分を覆っていたドクロが完全に消失、白い蜘蛛の巣は体中に絡みつき、ボディラインを浮き上がらせている。その能力はネガシオンの糸で共有した情報をコピーし再現するというもの。 100% は再現できないものの、コピー元の戦闘経験まで再現可能という非常に強力な能力。シエントの戦闘ではヒラルダ、ゴロンドリーナ、ヘメロスソニード、トレパトーラ、セロドーブルを使用。またロカのネガシオンの糸を使用して独自に強化は可能。トレパトーラの触手にネガシオンの糸を絡みつけ、シエンが放つグランレイセロを防ぐほど防御力を上げています。だがこれらをコピーし再現したところでロカはシエンに勝つことができません。そこでロカは知る限り最強の技を放つと決めます。かつてのエスパーダたちの能力でもなければ、それらを束ねていたアイゼンの力でもない。私が何ヶ月もカラクラ町をさまよっていたのはご存知でしょう。その言葉を聞き、支援はたどり着きます。発動する前に殺さねば。私がダウンロードしたのはアイゼン様を止めた力です。ロカパラミアは自分自身の体をニエとして発動。周囲の糸が黒く染まり、絶大な力がウェコムンドに響きます。もしドン・カンオン寺が自分の死体を見つけた時、少しでも安堵してくれるよう力強く微笑み、黒い刃を振り下ろしました。
ロカはかろうじて生きていました。無血を発動した後、ロカの体はあちこちが弾け飛び、腕や足がちぎれかけていました。死を覚悟したロカでしたが、無血を放つために情報を取ったイチゴの記憶がロカの脳内に流れ込み、その中でドン・カオン寺とイチゴの記憶を発見。ロカはその記憶を見せてくれた少年に感謝し、溢れ出る涙を拭いながら糸の力で体を起こし、ゆっくりと現世へ向かいます。その先に待っているヒーローの元に帰るために。以上、ロカパラミアについて語っていきました。動画の内容いかがだったでしょうか。ロカはその後、無事に現世にたどり着き、ドン・カンオン寺と合流するわけですが、そこにアザシロが出現し、アザシロ対ドン・カンオン寺が始まるわけですね。こちらについては、前回の動画で語っていますので、よかったらご覧ください。結果、ドン・カンオン寺はアザシロを退くことに成功し、ロカを守ることに成功しました。ロカはその後、ウェコムンドに戻り、ピカロの世話をしながら、たまに現世に顔を出したりしているそうです。いやー、ハッピーエンドでよかった。それにしても、いくら改造されたとはいえ、ロカめっちゃ強いですよね。支援はザラキとの戦いで消耗していたとはいえ、バストローデの元セロエスパーダに実質勝利したのはびっくりしました。だいぶざっくり語っていきましたが、小説本編ではロカがエスパーダに存在な扱いをされ、それをネリエルが助けようとするなど、ロカに感情移入できるような細かい描写があります。戦闘描写も文字だけでめちゃめちゃ熱くなれるのでおすすめです。はいどうも、ジンさんです。今回は久しぶりのキャラ解説動画ということで、ブリーチのヒーローといえばこの男、ドン・カンオン寺の解説をしていこうと思います。ドン・カンオン寺は非常に人気のキャラクターで、成田凌吾先生執筆の小説では見事主役に抜擢されるなど、とても魅力的なキャラクターです。彼の生き様に感動し、反抗期でやんちゃな少年が更生するほどかっこいいので、ぜひ最後までご覧ください。それじゃあ、早速やっていきましょう。ドン・カンオン寺、カンノン寺ではありませんのでご注意ください。本名はカンオン寺ミサオ。人並み外れた高い霊感を持ち、口実する最終奥義を放つなど、他の人間とは一線を画す存在のように感じますが、本質はあくまで普通の人間。ぶらり霊場突撃の旅という超人気番組を持ち、手をクロスさせた決めポーズはブリーチの世界では超有名。原作序盤でイチゴと出会い、自身の行っていたコンパクの胸の穴を広げる除霊は誤った行為と知り、ひどく後悔しています。その後、イチゴを一番弟子とし、カリンやウルル、ジンタを誘ってカラクラ防衛隊を結成、カラクラ町のホロー退治を担う重要な人物に。その後しばらく出番はありませんでしたが、ソウルソサエティに転送されたカラクラ町でアイゼンに狙われるタツキたちを救出するために再登場。アイゼンとの実力差を理解しながらも、タツキたちを救うためにアイゼンに立ち向かうその様はまさしくヒーロー。このことをきっかけにアイゼンはドン・カンオン寺を高く評価しており、あのようなものが現れるからこそこの世は面白い、価値があると語っていました。ドン・カンオン寺は先ほども言った通り、ただの人間。フルブリンガーやクインシーといった類ではなく、ただの人間。それでありながら、彼は超人の域に達する人間であることを再認識しなければなりません。戦闘力は死神などと比べれば低く、一般大使かそれ以下だと思われますが、霊圧感知能力は絶大。石田竜が巻絵を使ってフォローを呼び寄せた際に、カラクラ町から30km 離れた横浜市にいたにもかかわらず、フォローの大量発生を感じ取りました。また、先ほどのアイゼンの件を詳しく話すと、アイゼンは宝玉と融合したこの私に、力の差を理解した上で、なおも挑みかかってきた。雪吊りの子供たちを助ける。ただそれだけのために。要はドン・カンオン寺は力量の差がわからないバカでもなく、出会ったばかりの子供たちに格好つけたかったわけでもない。自分はヒーローだから、困っている人、救いを求める者に手を差し伸べる。ただそれだけのために。かつてのイチゴが、ウルキューラに放った発言。勝たなきゃいけねえから戦ってんだ。ドン・カンオン寺は出会ったばかりの子供たちを助ける。ただそれだけのために。自分がアイゼンに絶対勝てないことを理解した上で立ち向かった。そんな姿が、勇気が大好きなアイゼンには好印象で、アイゼンは、時折あのようなものが現れるからこそ、この世は面白い。価値があると言ってもいい。だからこそ、それにふさわしきものが、世を導くべきだと。決してあのようなものではない。と、小説、スピリッツ・ア・フォーエバー・ウィズ・ユーで語っていました。話を戻しますが、もう一つの能力は、カンオン寺流最終奥義、キャノンボール。霊力によるピンポン玉程度の大きさのある炸裂弾を放つ技。霊能力者とはいえ、ただの人間がどういう理屈でか、作中ではドン・カンオン寺のみ有した特殊能力。廃墟とはいえ、天井を破壊するほどには威力が高く、
波の人間ではコッパみじんになり、ホロを倒せるほど強力な技。ちなみにキャノンボールの上位技としてゴールデンキャノンボールという技もあります。ドン・カンオン寺を主役として描いた小説スプリッツ・ア・フォーエバー・ウィズ・ユーについてちょこっと話していきます。この小説は、アザシロケンパチやクルヤシキケンパチ、ザエル・アポロの本当の力などが判明した小説といえばわかる方もいらっしゃるかと思います。この小説では、原作でもヒーローとしての姿を見せたドン・カンオン寺がさらなる活躍をしていました。ドン・カンオン寺はロカ・パラミアというアランカルと出会います。ロカ・パラミアについては別の動画で詳しく解説しているので今回は割愛しますが、ロカは感情に乏しかったため、ドン・カンオン寺は彼女を記憶喪失の浮遊霊と思い込み、彼女の記憶を取り戻そうとカラクラ町を連れ回します。ドン・カンオン寺はカラクラ町で美味しい食事をしたり、ロカにおしゃれな服をプレゼントするなどし、些細なきっかけで彼女の記憶を取り戻そうとデートします。もちろんロカは記憶喪失ではありませんので、ドン・カンオン寺のしていることは無意味でした。しかしドン・カンオン寺の勘違いからした無意味な行動がロカに大きな変化をもたらします。感情が乏しいロカ、ロカはザエル・アポロに作られたアジューカス、ザエル・アポロの道具として感情の一切を殺し、従順な道具として生きていた彼女。しかしドン・カンオン寺と様々な経験をすることで、美味しい、楽しいなどといった当たり前の感情が芽生えました。自身で考え、自分の意思で動くことを覚えたロカは、自分を救ってくれたヒーロードン・カンオン寺のためにセロ・エスパーダの力を取り戻したザエル・アポロのクローン的存在シエン・グランツに立ち向かう最大の理由を生み出しました。ロカは巻き込んでしまったドン・カンオン寺を戦いから守るために、結果ロカはザラキとの戦いで消耗していたとはいえ、シエン・グランツを見事倒しました。ロカは現世で待つヒーローの元へ、ボロボロの体に鞭を打って帰還します。ドン・カンオン寺はロカに救われたことを良しと思っていませんでした。自分が救うと決めた存在に自分が助けられた、私に力がないばかりに、私が彼女を安堵させられるほどのヒーローであるならば、こんな悲しいことにはならなかった。ドン・カンオン寺はウェコムンドでシエンと戦うロカを救出しに行きたいとガルガンタの開け方を考えていましたが、そんな彼のもとにガルガンタを開けて現れたのはロカ・パラミア。見事シエンを倒したロカがボロボロになりながらドン・カンオン寺のもとに帰還。しかしそこに現れたのはアザシロ・ケンパチ。アザシロは自身の野望のためにロカを狙っており、そのために無限から脱獄していました。しかしアザシロもザラキとの戦闘で消耗だが、ドン・カンオン寺とボロボロのロカ程度なら楽勝。アザシロはロカを奪うために攻撃を仕掛けますが、ドン・カンオン寺はロカの前に立ちふさがり、アザシロに立ち向かいます。普通に考えれば一方的な虐殺にしかならないこの状況。アザシロはドン・カンオン寺を殺すつもりはなく、肩や太ももに短剣を投げますが、ドン・カンオン寺はロカの前に立ったまま、私の使命は涙する者に手を差し伸べ子供たちに勇気を示すこと、彼女は私が救うと決めた、ただそれだけの単純な話だ。先ほどロカに救われたドン・カンオン寺は今度は私の番だと言い、アザシロに立ち向かいます。かつて全隊長格が傷一つ負わせることができなかった八代目ケンパチ、アザシロ・ソーヤ、あらゆるものに融合し、あらゆる攻撃を無効にする残白刀ウロザクロ。ドン・カンオン寺は自身のステッキを振りかざし攻撃します。本来であればアザシロの体をすり抜けダメージを与えられない攻撃でしたが、そのステッキの先端には偶然にもザラキの眼帯が巻きついていました。本当はいろいろなことがあってステッキに眼帯が巻きついていたんですが、割愛します。霊圧を食らうその眼帯はアザシロの弱点である霊視吸収系の攻撃、アザシロにとっては致命傷となり得るその眼帯により、アザシロは激痛に襲われます。カンオン寺流最終奥義キャノンボール。眼帯のダメージによって完全に空気と同化できなかったアザシロにキャノンボールが炸裂。波以下の眼剣差しか持ち合わせぬアザシロの体を倒すには威力が十分だったキャノンボール。見事ドン・カンオン寺はアザシロを撃退しました。いろいろな偶然が重なった結果とはいえ、ドン・カンオン寺が諦めず立ち向かったことで生まれた結果、ドン・カンオン寺はロカを守りヒーローとしての役目を果たしました。以上ドン・カンオン寺について語っていきました。動画の内容いかがだったでしょうか。ベラベラ喋ってしまいましたが、めっちゃめちゃかっこいいですよね。作中で唯一無二の異能を有し、アイゼンに気に入られアザシロを倒した男、さらにみんなのヒーローでありたいと思う強靭な心、人気が出ないわけがありません。
拙い解説で、さらにネタバレ全開で申し訳ありませんでしたが、小説スピリッツアーフォーエバーウィズユーはめちゃめちゃ面白いので超おすすめです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価お待ちしております。